はい、どうもこんにちは。今日は水平線の引き方説明していきます。で、今回同時に僕が使っているこの DMM さんの FX プラスっていうチャートツールなんですけど、こちらで水平線引く場合の引き方っていうのも説明していきますね。で、僕の場合なんですけど、まず月足の方から引いていくんですけど、こちら今月足表示させてて、で、まあ、大体まあこんな感じで、ローソク足が、まあ、実体とヒゲが分かるくらいまで、こうこのくらいですかね、このくらいの大きさでいつも見てるんですけど、でまずこちらクリックして、でトレンドライン選択して、でなるべく水平になるように引きますね。こちらを、まあ、編集で、まず色の方からで、僕あの時間軸ごとに色変えて使ってるんですけど、月足は、まあ、例えば赤色で、太さ一番太いのして、延長ラインをまあもともと点線になってるんで、これを実線に変更して、でこちらの支点延長、こちらもクリックですね。で、ここ重要なんですけど、ここの支点の価格と終点の価格、こちらを揃えます。と下に合わせますね。終点価格が129659なんで、129659にすると、で設定クリックすると水平線が現れます。で、これ1本、月足で言うと、そうですね、直近で言うと、まあ、120円の、まあ、切り板あたりと、まあ、100円の切り板あたりですかね。でこちらの線をコピーという形にすると同じの出るんで、こうやって見ていきますね。そうですね、突き足だとの切り板とか、こんな感じですかね。で、月足で引いたラインっていうのは、まあ、ちょうどで反応することはなくて、まあ、この辺りに抵抗体があるっていう感じで、まあ、意識されるレートっていう感じで引いてもらえば。で、この状態で週足に変更してもらって、少し大きくして、でそのままこれコピーして、で週足は例えば週足をピンクにしましょうか。ピンク、太さはそのままで、でそうですね、週足だと、これラインの引く場所っていうのは、まあ、特に正解がなくて、まあ、自分が引いた場所なんで、まあ、意識されているなっていうところに引いてって、でその後に、まあ、そのラインに対してどういった動きがあるかっていうのを見ていけばいいと思います。で週足はこういった感じで引いて、で次日足いきますね。日足くらいから、まあ、ライン結構正確に反応するようになってくるんで、私はそうですね、紫少し太くなりますね。
くらいからこうダウも見てるんですけど、例えばここ上昇ずっと来てますよね。でからの今下降トレンド入ってるところなんですけど、このチャートで言うと目立つところで言うとここからこの上昇が始まって、上昇自体はこの辺りですかね、まあ、最高値になってますよね。で押し目作って、ここ押し目ですね。で、まあ、上昇してるんで、ここが底値切り上げで高値がまあ切り上げてるんで、こういう上昇トレンドですね。で次の高値がここ、でそのまま上昇してここなんですけど、まあ、ローソク足実体でこのヒゲの先端を抜けていないじゃないですか。でここで、まあ、僕の判断基準なんですけど、この時点で、高値の更新をしたっていうふうには見てないんですね。でそのまんま落ちてきて、でここの押し安値を下抜けてるじゃないですか。ここからもう下目線になるんですけど、でここからまあ皆さん戻り売り狙っていっている形ですよね。でも早い人だとこの辺とか、あとまあここの日足でいうレンジの上限ですね、この辺りでもう売りで入ってる人結構たくさんいると思うんですけど、はい、じゃあ次4時間足の方引いていきます。4時間足はそうですね、水色で直近だけ引いていきますね。この辺りから引いていきましょうか。あんまり引いちゃうと結構ごちゃごちゃしちゃうんで、僕はまずダウでの目線の切り替えのラインっていうのを重視して引いていってますね。ダウで追っていくんですけど、目で追っていくんですけど、例えばここの安値を使った戻り高値で、この安値をまあ切り抜けた、そしたらここがまあ最安、この時点で最安値になるじゃないですか。でこの最安値を作った高値がここで、次ここの安値を、まあ、実体でちょっと微妙ですね、受けたのがまあちょっとこの辺りですかね。で、でレジスタンスに変わって落ちてきた、でまた上がってきたところを同じところで、まあ、支えてレジスタンスされて落ちてきたって感じですね。
なんで今4時間してみると、まあ100ピプスくらいの急激な下降からの今切り上げしている状態なんですけど、で例えばトレンドライン引くとしたら、この時間足だと今綺麗に引ける状態になっていると思うんですけど、って感じでトレンドライン引けるんですけど、で今まあ戻り売りのポイントかなっていうところから、まあ少し下がってきてるようにも見えるんですけど、14時間足ではこういった感じです。で次1時間足、で1時間足で見ると、これもダウで見ていきますね。1時間足で言うと、下の方からいきましょうか。1時間足の最安値がここで、少し太い。でこの1時間足の最安値を作った高値がここで、僕の判断基準で言ったら、ローソク足実体で上に抜けたら目線の切り替えなんで、ここはまあヒゲだけなんで抜けてないです。で、ここで抜けてますよね。ここから上目線なんですね。で、ここ、種がここで、この高値を作った押し目が、そうですね、ここかここか、ちょっと微妙なところなんですけど、ここにしてみましょうか。で、まあ高値作って高値を、そうですね、で戻ってきて、このまま切り替えのラインですよね。1時間足の目線の切り替えのラインで強く反発して、まあ、上昇で高値更新している状態ですね。1時間足で言うと、こうですね。ここがまあ最高値を作った押し目。まあ、ここと、まあ、ここで見ている人もいると思うんですけど、ここで見ている人もいると思うんですね。で、ここで見ている場合は、ここを下回ると、もう下目線ですね。でここで、まあ、強く反発してるんで、ここで買い支えようっていう人も多くいるようには見えるんですけど、水平線の引き方はなんとなく分かりましたか？ただ動画を見るだけじゃなくて、実際にチャート画面を開いて水平線を引いてみてくださいね。で、ここで大事になってくるのが、どこに水平線を引くかではなくて、あなたが引いた水平線に対してこの後レートがどのように反応しているかっていうのを見ていく作業が大事になってきます。水平線を引く場所に正解なんてないんですね。世界中の水平線でトレードしている
トレーダーはみんな好き勝手なところに水平線を引いてます。でやはり僕が見てて意識されているなっていうラインはこう各時間足元でのダウの目線の切り替えポイントだったりとか、あと、まあ、こういった急下落の、まあ、終点になったこういった部分とか、あと急下落の起点になったこういった部分だったりっていうのは強く意識されているなっていうのは思いますね。で、まあ、実際にチャート見てこういった部分探してみて水平線引いてみて、でその後レートがその水平線に対してどのように反応しているかっていうのを見てってください。今日の動画は参考になりましたでしょうか。またこういった動画アップしていくので楽しみにしていてください。今日は最後まで見ていただいてありがとうございます。